はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？本日も店頭グラブ紹介、今日は D-MAX シリーズでございます。それではどうぞ。ウィルソン D-MAX シリーズ、今回は1786のモデルでございます。メジャーリーガーみたいにフィンガーシフトでかっこよくやりたいな。でも軟式で3万円超えるとなっていう人にはぴったり、プロストックレザーではございませんけれども、高品質なレザーで軟式向けにコストパフォーマンスの高いグラブ、 D-MAX シリーズでございます。順番に紹介しますね。表側はワックスクリフレザーって書いてますね。ワックスクリフレザー、まあしっとりした感じで、プロストックレザーにはね及ばないと思うんですけど、十分な高品質な張りのあるレザー。背面はスーパースキンを使用してございます。除外税込み2万900円、もう2万円ちょっとでこれ使えるということですね。少し柔らかめに軟式向けに設計しております。詳細見ていきましょうか。モデル型式は 11.5 の1786そのままでございますね。しっかりつかめるポケットにシングルパームレース、純巻きのヒールレース、新パッド、薄いねキュッキュッパッドが当たっておりますね。親指側サークル W の直刺繍、かっこいいですけれども、これ向こうとね同じ、ここも直刺繍ですよ、デザインになっておりますけれども、スーパースキン、ほらね、向こうの仕様と同じです。ウェブはもちろん H ウェブ、ハーフクロッチのダブルクロスで、背面はスーパースキン、もちろんロールドデュアルウェルティングブラック一色で仕上げてございます。飽きのこないデザインいいでしょう。でこちら本場ではない人差し指のウィルソンの刺繍、小指はもちろんフィンガーシフトの仕様でございますね。フィンガーシフトで使ってよし、普通の指入れで使ってよし、自在な内野手1786でございます。先ほども言いましたが、カラーはマークがすべてねイエローで統一で、ステッチ縫い糸カラーもイエローでございます。じゃあ次、これも同じですね。色が違います。レザーの色は一緒ですが、ラベルの色と縫い糸カラーが違う。これはレッドホワイトのコンビネーション、縫い糸カラーレッド、こっちの色もいいですよね。やっぱりさ、このさ、このマークが入ってるの使いたいよね。しかもこれ軟式仕様ですよ、向こうでも売ってない。そりゃそうだね、はい、いいじゃないですか。じゃじゃーん、もう一色ホワイトレッドもございますよ。3色ございます。まあ、本体はね同じブラックで統一したカラー、スーパースキンのモデルでありますが、全然ほらこのラベルの色でイメージが変わってきます。やっぱりウィルソンこのイメージかな、いやこっちかななんてね迷っちゃったりするんですけどね。 D-MAX シリーズの1786でございました。じゃあ次は店頭在庫でねレアなモデルを紹介していきたいと思います。ウィルソンベアシリーズ、これ1個だけ残ってますね。 67L ということで、ユーティリティに使えるモデルですけども、ここ受給面にウィルソンベアクマちゃんですね、それからサークルクマちゃん、サークルクマちゃんっていうのかな、ウィルソンベア、これいいでしょ、これいいでしょ。でモディファイトラップエースのところにもクマちゃんで、なんとこのバインディングとウェルティングがゴールド、しかもこれシングルウェルティングでございます。ウィルソンなのにね、昔ウィルソンシングルウェルティング多かったですからね。もう今は向こうに合わせてデュアルばっかりですけど、でここにウィルソンの文字が入ってる、レアでしょね。ガセットも入っちゃってますよ、なんだこれウィルソンって言ってね、はい。ラベルはこんな感じ、クマちゃん、除外税込み16,500円でございます。で同じくちょっと前のワナビーシリーズ、これもね
オールラウンドに使える DU 型ですね。はい。受給面がブラックですね。と、ブルーの組み合わせ。ナビシリーズ、ちょっと冒険したシリーズということで当時から出てましたけど、モディファイトラッペーズにイエローのレース。で、デュアルウェルティングで小指のストールの真ん中、人差し指真ん中、親指真ん中がブルーですね。で、ゴールドのバインディングにゴールドのデュアルウェルティング。ガセット入り。これはまあ内外野ね、使えるということで。うん、書いてないな。上代税込み 26,400 円でございます。以上ね、今日は、DMAX シリーズの軟式1786と、それからレアなウィルソンベア、それからワナビシリーズご紹介でございました。それでは皆さん、さようなら。はい、ということで今日も準々決勝続きいきたいと思います。メヒコとプエルトリコ接戦ではございましたが、メヒコが 5-4 で勝ち上がりましたので、あとはアメリカとベネズエラの試合を待つだけという状況になりました。5対4ですね。一時期ね、プエルトリコがリードしてたんですけれども、メヒコは逆転ということでね、これ次日本メヒコですからね、これ強敵ですね。ちょっと内容見ていきましょうか。先発はメヒコがウーリアスさん、ドジャースのウーリアスさん、これ すごいね、いい左腕なんですけど、今回はちょっとね、調子があんまり良くなかったみたいで、初回に4点取られてますね。初回に活躍したのはプエルトリコですね。ホームランが出てますけども、初回のホームランはバイエズさんですね。バイエズさんは、ハピア・バイエズさん？デトロイト！すごいですね。ベテランさんですよ。ずっとね、カブスが長かったんだけど、21年メッツ。で、去年はデトロイトっていうことですかね。ハビア・バエズさん、ショートですね。ミート3、パワー5、走塁4、守備4、肩5ということで、守備もできるけど、一発も期待できるという選手でございますね。それからもう一人、ロザリオさん。この方ですね、ロサリオさん。ブレーブスですね。エディ・ロザリオ、レフトですね。ミート4、パワー3、走塁3、守備2、肩2。これ打つ方の人ですね。ちょっと去年はね、調子悪かったみたいですけどね、今回ホームランが出てますね。それから、プエルトリコの先発は、皆さんよくご存知の、ストローマンさんでございますね。ストローマンさん、あのグラブね、ストローマンモデルが出てたんで皆さんご存知かと思うんですけど、で結局メヒコが勝ったんだけど、メヒコで活躍したのは、メヒコはいつ逆転したんだ、7回裏ですね。逆転はね、活躍したのは同点打のパレデスっていう人と、それからウーリアスさんですね。パレデスさんはレイズ、タンパベイですね。アイザック・パレデス、サード、セカンド、ファースト、ミート2、パワー5、走塁2、守備3、肩3ですから、これは打つ方の人ですね。まだ若い24歳でございます。これからが期待できるメキシコ代表。それからもう一人活躍したのがパレデスさん、見せたっけ、ウーリアスさんですね。どっかで聞いたなと思ったら、この人ね、パドレスにいた人ですね。今はミルウォーキーブリューワーズですね。ブリューワーズ見ていきましょうか。
ウーリアスさん、ユーティリティ、ウリーアスか。ユーティリティですね。セカンドがいいんじゃないのって。ミートさん、パワー4、走塁さん、守備4、肩さん、バランスのいい選手でございます。メヒコ代表ですね。この彼が、2アウト1、3塁から、勝ち越しのタイムリーヒットということで、決勝打がウリーアスさんですね。はい。というような感じでございましてですね、5-4 で結局メヒコが勝ちました。まあ、今度メヒコと戦いますからね。さっき言った、まあ、ウリアスさんは投げたから、次来ないと思うんだけど、バッターのね、パレデスさんとか、ウリアスさんとか、他はメヒコ誰がいたんだ？メヒコは、アロザレーナさんがいますし、カークさんもいますね。またちょっとその辺もね、試合前にチェックしたいなというふうに思っておりますけれども、今日はここまででございます。